はいどうもこんにちは、 J リーグにわかサポーターの良平です。この度チャンネル登録者数が4000人を突破しました。いや本当にありがとうございます。これからも J リーグを盛り上げていけるチャンネルを目指して頑張っていきますので、よろしくお願いします。そして今回もリーグ第35節の振り返りと最新順位、今回の動画でも注目ゲーム4試合をしっかりと深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての順位表まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。まずは山形対岡山のゲームから。結果は2対0でホームの山形が勝利しました。お互いプレーオフ進出を争うライバルクラブ同士、絶対に負けられない一戦。3試合勝利がなかった山形でしたが、4連勝中と絶好調の岡山に競り勝ち、貴重な勝ち点3を獲得しました。試合は開始早々から動きましたね。開始数十秒で山形がボールを奪い、藤本選手からチアゴ・アウベス選手へ、最後はチアゴ選手が冷静に流し込み、幸先よくホーム山形が先制しました。まさに電光石火の先制点で、山形にとっては非常に大きな得点だったと思います。特に山形に関しては先制点を取ることで勝率が非常に高くなるということで、喉から手が出るほど欲しい先制点だったと思います。またね、あの右隅のコースに決めきるチアゴ選手の決定力もさすがでした。しかしその後は岡山の強度の高いハイプレスに苦しみます。山形のビルドアップに対して前からタイトに守備を敢行し、奪ってからのショートカウンターが機能。前半はこのように岡山のプレスが効いていて、保持率でも岡山が大きく上回っていました。しかしこの日の山形は5連勝の時に見せていた粘り強さ、試合巧者ぶりを発揮。2センターバックの西村選手、野田選手を中心とした守備が素晴らしく、最後のところで岡山攻撃陣を自由にさせません。西村選手は出足が速く、インターセプトや起点を潰すプレーで存在感を発揮し、野田選手は緊急出場とはいえ終盤のダメ押しの得点に加え、守備でも安定したプレーを披露。いや本当にこの2人のセンターバックが良かったなと感じました。前後半通して苦しい時間がありながらも粘り強く戦って時計の針を進め、終盤のセットプレーでダメ押し弾を叩き込み、そのまま逃げ切る。山形の粘り強さ、試合巧者ぶりが際立った試合だったかなと思います。あと個人的に目を引いたのが途中出場の泉選手。今回の途中加入の選手ですが、この日も得意のドリブルからゴールに迫るプレー、キレのある動きが印象的で、今後に期待の持てるプレーを見せてくれたと思います。山形は途中出場の選手のレベルが高く、試合終盤でも勢いを落とさず戦えるのは強みですね。そしてこれは両クラブに言えることかもしれませんが、試合を通して判定になかなか納得ができにくい部分が多々あったのかなと感じました。その中でも我慢強く戦って勝利した山形は非常に価値のある勝利だったと思います。プレーオフ進出へ非常に大きな1勝を手にしました。反対に岡山は離脱者が多数出てしまい、ベストメンバーが組めない苦しい台所事情もあったと思います。連勝が4でストップしてしまいましたが、まだまだ可能性は残されています。岡山の逆襲にも期待したいですね。続いては栃木対千葉のゲーム。結果は0対1でアウェーの千葉が勝利しました。互いに連勝中の好調なクラブ同士の注目の一戦を千葉が劇的な
展開で勝利しました。いやーすごい試合でしたね。いやー千葉はね、後半残り約10分の場面でキャプテンの鈴木大輔選手がレッドカードで退場、さらにそのファールで PK を献上するなど、一時は絶体絶命のピンチを迎えていました。しかしこの PK をゴールキーパー鈴木亮太選手がスーパーセーブでゴールを死守すると、後半アディショナルタイムにコーナーキックから最後は10番三木選手が押し込んで劇的ゴール。1人少ない千葉が土壇場でゴールをもぎ取り、昇格に向けて大きな大きな1勝を手にしました。いや改めて振り返ってみてもすごかったですね。先日僕の方で今千葉は J2 で一番強いという動画を出させてもらいましたが、いやまさにその通りの千葉の強さ、チーム力を見せてくれた試合だったかなと感じました。千葉は一人少なくなった後も引き分け狙いで自陣に引きこもることもなく、果敢に攻めに出ていたのが印象的で、最後まで勝ち点3を諦めない、そんな姿勢が報われた勝利だったと思います。なかなかあの場面で攻めに出るというのは難しいと思いますが、今季の千葉は本当に素晴らしいチームだなと感じます。久々の先発となったフォワード小屋選手は懸命に走り、体を張ってボールを収め、守備での貢献も素晴らしかったですし、前半はドゥドゥ選手がまたねキレッキレで、3回連続くらいですかね、栃木がファールで止めるしかないというシーンもありました。交代で投入された選手もチームの強度を落とさず走り抜き、最後まで千葉のサッカーが体現できていたと思います。いや特にね小屋選手なんか気持ちがねすごく入っていて、絶対に爪痕を残してやるっていうね、いやすごく気迫のこもったプレーが印象的でした。まさにチーム一丸で掴み取った勝利で、これは千葉すごいことになってきましたね。僕もあのゲーム見ながら、一人少なくなってもなんとなく千葉が勝ちそうな予感が、まあ、ちょっとしていて、こういう展開で最後米倉選手とかがゴール決めて千葉が勝ちそうかなと思ったりもしたんですが、まあ、結果ゴールは三木選手でしたが、まさか本当に勝つとは。千葉の強さ勢いには恐れ入りました。そして敗れた栃木も素晴らしかったと思います。さすが好調なチームという印象で、イスマイラ選手が一人で攻撃を完結させる規格外のプレーを見せたり、大ベテランの矢野貴章選手が PK を取ったシーンなどは、39歳とは思えないスピードとフィジカルの強さを見せてくれました。前半は引き気味に守りながら、後半は打って変わって前からはめに来たりと、栃木のゲームプラン通りの展開だったかもしれません。両クラブとも今後に期待の持てる内容の素晴らしいゲームでした。続いては大宮対熊本のゲーム。結果は0対3でアウェーの熊本が勝利しました。22位大宮と20位熊本という今季の残留をかけた6ポイントマッチの大一番、絶対に負けられない一戦を熊本が勝利しました。熊本にとってはめちゃくちゃ大きい一勝ですね。リーグは熊本は3ヶ月ぶり、そして14試合ぶりの勝利ということで、サポーターとしては本当に嬉しい勝利だったのではないでしょうか。そしてこの試合は内容も伴った勝利だったと思います。前半からいい入りができており、主導権を握ってゲームを展開。前半は得点こそ生まれなかったですが、後半7分に松岡選手が先制点を奪取。その後も攻撃の手を緩めず、後半30分、39分に追加点。大黒柱の平川選手の負傷離脱という最大の不安材料がありましたが、終わってみれば熊本らしさを取り戻す素晴らしい勝利だったと思います。熊本は残留のかかったこの大一番でも、ここまで培ってきた熊本のスタイルを貫いて内容の伴う勝利をもぎ取ったことは本当にすごいことだと思います。
通は残留争い、ましてや13試合勝利がないとなると、攻撃的なスタイルをやめて守備を整備した現実的な方向へ舵を切るクラブも多いと思います。しかし結果がなかなか出なくても、自分たちのスタイルを信じて貫き、この大一番で結果を残すのは、いや本当にすごいことだと思います。熊本のスタイルを貫き続けたロアッソ熊本の選手、そして大木監督、それを支えるサポーター、全員で掴み取った勝利ではないでしょうか。またこの試合は平川選手の代役としてトップ下でスタメン出場した伊藤選手も攻守に躍動していて、本当にいいプレーが多かったですし、攻撃を活性化させて残り試合も期待が持てる内容でした。対する大宮は残り試合数や勝ち点差を考えると、この試合は絶対に勝たなければならない試合だったと思います。引き分けすら厳しい状況で敗れてしまったのは非常に痛い敗戦となってしまいました。秋田や鹿児島のライセンス問題など、仮に降格圏でも残留の可能性も報じられているため、まだ可能性は残されていますが、まあでも非常に苦しい状況になってしまいました。続いては金沢対清水のゲーム、結果は0対3でアウェーの清水が勝利しました。21位金沢は残留に向けて土曜日のゲームで20位の熊本が勝利したため、何としても勝ち点を積み上げたい試合、対する清水は2位ジュビロが引き分けたため、三度訪れた2位浮上のチャンス、両クラブとも是が非でも勝ち点3が欲しいゲームとなりましたが、3得点で清水が快勝を収めました。試合は早々に動きましたね。金沢のビルドアップのミスをつき、前線でボールを奪ってカルディーニョ選手がゴール、さらに前半35分にもセットプレーからの流れでオウンゴールを誘発し、清水に追加点。金沢としては先制点を奪われてからの時間帯はバー直撃のシュートを放つなどいい時間帯もあっただけに、悔やまれる2失点となりました。後半に入っても清水は攻撃の手を緩めず、サンタナ選手がダメ押しとなるゴールを奪い、勝負を決める3得点目をゲット。終わってみれば2戦連続の3得点で快勝し、清水がついに自動昇格圏の2位に浮上しました。まあやはり清水が強かったですね。金沢が攻勢に出る時間がありながらもうまくしのぎ、攻撃では乾選手を中心にカルリーニョス選手やサンタナ選手が絡みながら何度も相手ゴールに迫りました。清水は右サイドで先発した岸本選手の動きも流動的で、時折左サイドまで流れたり、かなり特徴的な動きをしていましたね。そして清水はやっぱりこの力が別格ですね。乾選手の技術の高さはもちろん素晴らしいですが、宮川サポーターの両兵的にはこの試合は左サイドバックの山原選手やセンターバックの鈴木選手も良かったなと思いましたね。特に山原選手はフィジカルの強さがずば抜けていて、馬力ある突破と高精度のキックで攻守に存在感を放っていました。いやもう山原選手はね、太ももとかお尻の筋肉がもうすごくて、本当ね馬力と言っていいフィジカルの強さ、突破はすごいですよね。この山原選手に加え、左サイドバックには J1 でも指折りの実力者だった吉田豊選手も控えているんですから、まあ、清水はちょっとね強すぎますね。清水の左サイドを突破できる気がしません。対する金沢は強豪清水相手に金沢ペースで攻める時間もありましたが、ミスから早々に失点を重ねてしまったのが痛かったですね。守備でも清水の攻撃のキーマン乾選手にタイトにマークをつけ、
強度も高く、そこまで悪い印象はありませんでした。ペルディ戦のようななすすべなく完敗という閉塞感はなかったと思うので、失点につながる致命的なミスをなくし、残り試合数も1試合多いですから、逆転残留に向けて2節以降の勝利に期待したいですね。最後に他会場の結果と順位表です。甲府対ヴェルディは1対1のドロー、秋田対長崎も0対0とドローゲームとなっています。仙台対水戸はアウェーの水戸が勝利、水戸はこれで3連勝。ゴールキーパー山口選手の PK ストップも大きかったですね。磐田対山口は0対0のドロー、磐田は山口とはあまり相性が良くないと言われていましたが、このゲームでも山口から勝利することができませんでした。大分対徳島は3対3のドロー、藤枝対町田は0対0のドローとなっています。群馬対いわきは1対0で群馬が勝利しました。順位表です。前節2位の磐田が引き分け、3位の清水が勝利したため、今節ついに清水が自動昇格圏の2位に浮上しました。清水はね、確か後半戦負けなしですかね。ものすごい勢いで勝ち点を伸ばし、ついに2位を奪取しました。さらに上位陣は軒並み引き分けが続き、清水は首位町田とも勝ち点差が5に。町田は1試合未勝かとはいえ、清水の優勝の目も出てきた感じがしますね。さらにプレーオフ争いでは千葉が6位に浮上、破竹の勢いで連勝を重ね、5位長崎とも勝ち点差が1に。どこまで順位を上げてくるんでしょうか。11位大分まで勝ち点差が詰まっており、まだどのクラブにも昇格のチャンスが残されている状況ですね。まだまだ分かりません。そしてボトムハーフ、水戸が3連勝で12位に浮上、そして熊本が3ヶ月ぶりのリーグ戦勝利で18位まで順位を上げています。降格圏は金沢、大宮で変わらず、大宮は残り試合数7試合で20位山口と勝ち点差は9。いや、非常に苦しくなってしまいましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは J2 リーグの話題を中心に取り上げさせていただいています。J2 リーグをより魅力あるものに、そしてより楽しめるようなコンテンツを配信したいと思っています。ご興味ある方はチャンネル登録、そしていいねボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。